今日も始まりました。億万長者合宿のリレーでございますけども、何話 ?707 話ですか、今お話してるのが。あともうちょっとでこのマトリックスも終わっちゃいますね。ちょっと心苦しいですね。マトリックスといえばね、詐欺られた私の思い出から始まったストーリーですからね。それがたった1000話で終わってしまうとは。まあでもね、ネタ自体はずっと使わせてもらいます。なぜならマトリックスで詐欺られ100万円ほど行かれましたけども、大阪まで行ってね、1日10万円のセミナーを受けたけども、それをもとに私は1日というか5時間で40万のセミナーをやることがちょっとね、勇気づけができましたんでね。あんなね、20歳の若者にね10万円のセミナーができるんだったら、まあ俺の人生ね、40年かけた俺の人生で、あれ5時間で40万のセミナー人来るだろうと思ったら8人来ましたよね。どうですかこれ、8人来るというね、320万。まあちょっと多少割引もしたし、夕食もおごりましたけども、でもまあ5時間で300万稼ぐっていうのはなかなかいないと思うんですよ。その時の動画撮ってますけども、結構長いですね、やっぱり5時間のセミナーとなると。5時間のセミナーで、場所はシェラトンホテルね、シェラトンホテルの1時間いくらだったかな、1時間なんかね 3万円ぐらいのルームレンタル料だったですよ、いろいろ込みで。なんかその他にもね、なんか2時間のセミナーで10万円みたいな、そんな会場費とかもあったりとかね、いろいろありましたけども、まあ、こういった経験、それから私が今まで人にいろいろね指導してきたことっていうのは、 YouTube になってようがなってまいが、吉谷さんの言う通り経験値になってるわけなんですよね。でもっと言うとですね、あの私たちは誰かと喋った経験とか、誰かに相談して答えた経験とか、誰かに何かねものを教えた経験とかあると思うんですよ、ね、こんなこと知ってるってお話したことあるでしょ。なんかテレビで仕入れたギャグとかを、ね、このギャグ知ってるみたいな感じで、雑誌で見た流行の CD かなんかをこんなん知ってるみたいな教えたことあるじゃないですか。結局ね、私がネットビジネスやってることってそれですよ。人と会話してるだけなんですよ。でそれが目の前にいる人に向かってなのか、カメラに向かってなのかの違いだけで、目の前にカメラがあろうが人であろうが、私は自分の知ってることをお話してるだけなんですよね。で、分かることを答えてるだけなんですよ。だから人と会話をした経験が20年の人と40年の人、基本的に年齢を重ねる方が有利ですよ。だからインターネットのビジネスって情報発信ビジネスじゃないですか。ってことは長く生きてる人の方が有利なんですよ。パソコンのことって若い者が得意っていう風に思い込んじゃってるんですよね。ちょっと前だったらそうだったかもしれませんよ。でも今何パソコンのスキルとかなんかね、デバイスのスキルってほとんどいらなくって、スイッチ入れたらポンと始まるわけですよ。あとね、それに妙な苦手意識を持ってこの YouTube ってものに取り組むかどうか、はっきり言って普段の会話をしてるだけですからね、何にも物おじすることはありません。特に私たちは社会出て間もないおどおどとしたそんなね年齢ではないですよ。もう社会に出て社会のベテランですよ。何をビビることがあるんですか、ね、我が道を行きましょう。そして使いこなしていきましょう、自分自身のこと。ということで1月28日3時30分、今日も速稼塾営業開始です。いってらっしゃい。